キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信も今日はオリックスバファローズ編ということで、はい、昨年のドラフトが単独指名で1位、横山くん、上田西からね、はい、サプライズ、うん、サプライズドラフトで、うん、ね、で、2位河内、はい、で、トーマツ、堀、高島、小田島、権田と、はい、いうドラフトになってますけども、はい、昨年のドラフト評価、うん、評価は S ですと。お、上昇軍団の余裕のドラフト、うん、大砲系の野手が欲しいっていうところは、まあ、横山君を取って、うん、山本由伸、山崎福也の穴を埋めたいっていうところは、まあ、育ってきている投手がいるから即戦力じゃなくてもいいっていう考えで多分河内、トーマツだろうと、うん、で捕手は欲しいっていうところで堀、うん、5年後も強いのが見えるドラフトって言ってました。おい、でも今年ちょっと低迷してね、まあ、ちょ抜けましたからね、結構ね、うん、ちょっと抜けるのが多すぎたのと、ちょっと怪我人多すぎたね、うん、そうですね、今年はね。あとちょっとね、うん、山下俊平太の離脱が大きかったので、はい、正直ね、まあ、その中で、まあ、ほぼだって高校生だからね、社会人は久志さんに高島、小田島、権田近く待ったら、はい、そいつらが頑張ってる、うん、頑張ってる。小田島も一瞬新人王あるんちゃうかなぐらいになったけど、うんうん、どうなんだろうね。でも結構試合数は投げてるじゃないですか、結構有力ね、え、うん、0.86 やから、うん、ね、こう45試合登板、そう、45試合いると思うんですよね、うん、50はいくよね。で、ホールドが23、うん、ここは十分だよね、うん、でしかも高島くんも頑張ってるじゃんね、防御率はちょっとね、4.24、うん、悪いけども、まあ、20試合投げてっていうところで、ね、結構毎週投げてますからね。そうそうそう、投げてる投げてる、うん、だってリリーフ総崩れたもん、はい、もう怪我して、うん、全員いないもん、うん、もうその良かった時にね比べると、うん、でも日本でも 2.03 だからね、はい、で、まあ、横山くんちょっと今もう勉強中だね、うん、はい、守備も含めてまだプロのスピードについてこれてないね、うん、ちょミスも多いしね、はい、まあまあでもまだ1年目だからね、うん、こっからね、まあ、紅林も最初そんな感じだったからね、そうですね、うん、ここで我慢して2年目からね、監督はもっと我慢して使ってってことでしたから、うんうんうん、まあね、うん、こういうのも必要だね、やっぱりね、うん、で今もまあ優勝ないっていうね、はい、A クラス争いもなかなか難しいっていうところで、もうこれね使っていって、うん、来年のためにね、そういうのがまた紅林みたいになっていくからね、うん、やっぱり二遊間、太田、紅林行くから、やっぱりサードになるんだよね。まあ、胸もワンチャンから、いや、いけるからね。そうそうそう、はい、アクロバティックにね、はい、うん、道路ポジションもいけるから。うん、で、ピッチャー。はい、川内くん、川内くん頑張ってんのかな。川内くん、怪我しちゃったんですよね。怪我しちゃったんです。でも本当に良かったんですけどね。本当は防御率、9試合4先発で 1.50 だ。そうなんですよ。うん、めっちゃいいよ、はい。まあ、頑張ってね、こっからね。まあね。で、トーマツくん。リーグで 15.43 やね、うん、7試合3先発、うん、まあ荒削り感あるもんね、うん、どっちかっていうとね。で、権田龍生7位、うん、ピッチャーは2軍で 2.93、うん、29試合、うん、まあ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 、うん、頑張ってんじゃん、投げてますね、うん、いい感じでね、うん、はい、で、あとは、キャッチャー堀君、はい、2割2分1厘でも試合出てるね、はい、しっかりね、はい、うん、それはいいね、うん、まあ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 いいね、うん、やっぱり感じはいいね、いいですね、うん、試合にも使ってるし、うん、まあ高校生はねここからだし、まあ川内くんは良かった中で、まあ怪我しちゃったのはもったいないけど、トミー・ジョンなんでね、うん、最強になって帰ってくるかもしれない、うん、それはもうトレーニング次第だからね。すごいですね、即戦力で取った人はちゃんと一軍で出て、そうそう、下位でね、うん、やっぱバランスいいよね、バランスいい、上位はもうしっかり育てて、うん、高校生取って下位で、うん、ね、社会人出身の選手取ったらもうほぼみんなね、頑張れてるから、なんかよく言う、何してるのって人が一人もいなくないですか。そうだ、阪神と一緒じゃないですか、だから阪神と一緒の話だったんですけど、ちゃんと試合に出てるっていう、確かにみんな経験してるっていう、そうだね、うん、だからまあそういったところは多分ね、育成も含めてそんなに多く取ってないから試合出れるっていうのもあるかもしれないよね。あ、そっか、これなんか見たんですけど、福良さんの考えで、うん、上手い選手はいらんっていう方針らしいです、うん、とにかく体が強いやつを取ってこいっていう指示らしいです。もういいね、とりあえず体や、あ、じゃあ俺は入れんかったかもしれん、オリックスうまいから技術もあったからやっぱりでも技術あって体強かったら最高ね、え、うん、まあ、そういった意味ではね、まあまあでもまあいい感じだよね、うん、これ本当に5年後が楽しみだよ ね、うん、どうなっていくかっていうね、はい、ところで、ね、うん、まあ去年、うん、去年のドラフト、はい、ね、横山君ね、補強ポイント明確、オリックスは1位から4位まで、才能豊かな高校生を連続で指名したと、ね、中島監督はスケールの大きな
大きさを前面に出してほしいと、横山君のことを。で5位から7位は社会人投手さんに補強ポイントが明確に見えるドラフトだったっていうね。でその前の見てみよう、はい、22年ドラフト1位ソタニ、いいよね、いいですね、いい感じで投げれてる、はい、で、内藤豊、内藤豊どういったやろな、期待値大きかったけどね、はい、1割6分7厘2本塁打、修行中やな、ファームで43試合で斉藤京介、はい、投げたけどね、まあ、光は見せてるよね、まだ2年目だからね、はい、そうですね、高卒ですからね、うん、でその後、杉沢龍、はい、うん、1打席出てる、1軍で、うん、あ13打数1安打、うん、2軍で2割6分7厘2本塁打、うん、で、日高、あ広島にいた、ああそうだそうだ、そうだ、1年目でね、はい、そうそうそう、日高投手はあの広島へ、はい、はい、っていうところで、はい、まあまあかね、うん、まあまあいい感じでは来てるね。じゃあちょっと過去のドラフト見てみよう、はい、ね、向野木野口、はい、福永渡辺池田横山小北、うん、で下位に育成の大里、おお本当だ、向野木もね怪我して、うん、まあ、今年出てくるかと思ったけどね、うん、ちょっとなかなかだね。2軍ではいいんだけどね、うん、1.58 ね、1軍投げないね、うん、投げんのかな、もうそろそろ。でその前が山下俊平太、現北、中川、うん、中川今 DeNA で頑張ってるからね、うん、めっちゃいいピッチングしてんだよね、うん、で中川、阿部翔太ね、で、育成に川瀬、はい、歌川ね、歌川選手ね、うん、19年が宮城、紅林、うん、村西、前、勝又、はい、で育成に佐藤ね、うん、試合官になったけどね、大下、あ、大下、あ、ロッテよ、ロッテね、うん、で18年、太田亮、頓宮、富山、中川圭太、うん、で、ウルシアね、うん、あ、ほんとだ、阪神、で17年、田島、鈴木、福田、本田、西村、西浦、山足、うん、東投手が、あ、ね、あ、東ね、あ、で16年、山岡、黒木、うん、岡崎、山本由伸、山崎一周、総一郎、山本、15年、吉田、近藤、大城、吉田亮、杉本、うん、14年山崎幸也、宗、佐野、斉藤幸樹、西野、小田、13年吉田、東明、若月、弱かった時はね、うん、ドラフトがヘボいね、うん、俺らが現役の時やっぱオリックス弱かったんだよね、うん、やっぱりそんな強くなかったの、はい、2014以降がめっちゃすごい、うん、2004年、まあ、金子千尋いるけども、うん、T 岡田、平野、岸田、野手がいなかったもんね、うん、やっぱり。でも最近やっぱいいね、ドラフトね、いいですよ、めちゃくちゃいいですよ、2014からが、はい、毎年誰かしらいますもん、絶対、うん、2人ずつぐらいいる。だって今のじゃあキャッチャー若月ね、はい、で若月は13年のドラフト3位でしょ、うん、ファーストが頓宮、うん、頓宮が18年の2位、うん、でセカンド太田亮、18年の1位、うん、はい、でサードが宗、14年の2位、うん、でショート紅林、19年の2位、うん、センター中川ね、7位ですね、18年の、うん、でレフト誰や今、西川亮、あ、西川亮、あ、そうか、そうそうそう、うん、それはオリックスじゃないよ、はい、オリックスじゃない、うん、ライトが来たね、はい、うん、20年の際ね、はい、で今サードとか西野守ってるからね、うん、で西野が14年の7位、うん、で杉本とかがまあいるわけでしょ、はい、この10位ね、うん、15年のって考えたら、まあ、下位の選手ももちろん頑張ってるけど、うん、やっぱ上位で取った選手はやっぱりレギュラーになっていってるもんな、うん、うん、そういったとこだね、そうですね、うん、そう強さをね、私3連覇した時のやっぱり活躍してた吉田正尚選手も1位でいるし、うん、そう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 、で今いなくなった時山崎幸也投手も1位だし、うん、でね、あの2009年の比嘉ね、ドラフト2位もね、うん、リリーフでその優勝した時も頑張ったし、はい、先発ローテーションもほぼほぼやっぱりドラフトでちゃんと取ってる皆さんなんですよね、ちゃんとやってますね、うん、でまあ足りないところでね、森とかね、はい、で西川か、うん、まあ、最近 FA でも来るからね、はい、やでもドラフトいいね、やっぱりずっといいです、しかもちゃんと上位でね、うん、しっかり取れてるっていう、はい、でたまに一番最後に取ったやつが活躍してるんだよこれもすごいよ、だってあの2021の小北ね、はい、7位、うん、で20年の阿部、はい、6位ね、うん、で杉本が15年の10位ね、中川圭太18年の7位、うん、何気に一番最後に取ったやつがレギュラーになって、うん、
見る目あるってことですね。そうそうそう、でもやっぱり上位でも取れて、下位で下支えだから、うん、やっぱチーム強くなるよね。さらに育成から上げてくるね。すごい、だからそういった意味では、まあ、今年ちょっと怪我人も多かったからね、うん、あれだったけど、まあ、そうやって育成でもね、佐伯川瀬、あと佐藤ね、斎藤京介も若手でいるし、若手の、ね、下支えもあるし、だからまあまあドーンで落ちそうな感じはしないね。やっぱドラフト見ててもね、なんかいずれまたすごい強くなりそうだなって感じが。でも今年はサプライズないんちゃん、ちょっときついかもしれないですね。今年はもう、くじ引きいくんちゃう、いきますかね。いい先発とか、あでもどこを取るかはまた今度か。そうそう、次次次で、ね、はい、で言いますから、はい、オリックスここら辺で、はい、はい。